北京冬季五輪開催中に故郷を初めて訪れたアメリカフィギュアスケート選手のアリサ・リュウ選手は中国のファンやメディアから熱い歓迎を受けました。一方で、リュウ選手とその家族が中共の海外工作員から脅迫されていたことはあまり知られていません。フィギュアスケート選手のアリサ・リュウ選手は今年の北京冬季五輪にアメリカ代表として出場しましたが、五輪前に 本人とその家族が中共の海外工作員から脅されたため、アメリカ政府は五輪期間中、同選手の身辺警護を秘密裏に手配していました。父親で弁護士のアーサー・リュウさんは、1989年の天安門事件の時、民主化運動のリーダーの一人として活動していましたが、後に耕弱行動によって救出され、アメリカに渡りました。 アーサー・リュウ氏はロイターに対し、昨年10月に FBI から、中共工作員がリュウ一家を対象に工作活動を計画していると知らされ、娘のアリサ・リュウ選手は、この時北京冬季五輪への参加の準備をしている最中だったと明かしています。 これらの案件は、中華人民共和国がアメリカで政治的に異なる見解を持つ人を押さえつける計画を露見させ、中国が反体制派をどのように追跡し、脅し、黙らせているかを表しています。アーサー・リュウ氏は、中共は政治的なことや人権に関わることをしゃべるなと、さまざまな手段で脅迫している、私はどこにいようが自由に発言するし、それを阻止することはできないと話しています。 NTD ジャパンがお伝えしました。